こんにちは、テオテックです。今回レビューするのは Android スマートフォンの Redmi Note 11。定価でも 25,000 円以下に収まる低価格帯の1台です。2022年の格安スマホの実力を確かめていきましょう。さて、 Redmi Note 11は3月に発売されたばかりの SIM フリースマートフォンです。お値段は定価 24,800 円。 Android スマートフォンの中でもお手頃な価格が目を引きます。全体的なスペックはミドルレンジとローエンドの間に位置していますが、価格に見合わぬ優れた点もあります。順を追って見ていきましょう。まずは本体から。画面サイズは 6.4 インチと最近の Android スマートフォンで増えつつあるやや大型のサイズ感です。ただ重量は約 180g で、ディスプレイの大きさを考えれば軽く扱いやすい方です。このディスプレイはこの機種の一番の売りでしょう。搭載しているのはコントラストに優れた UTL ディスプレイ。その中でも発色が鮮やかで700ニトのかなり明るいディスプレイが使われています。これほど明るいと屋外の太陽の下でもはっきりと画面が視認できます。 90Hz のリフレッシュレートにも対応しているので、アニメーションやスクロールは非常に滑らかです。安価な機種ですが、前面のデザインはベゼルが狭くスタイリッシュ。インカメラのパンチホールも大きすぎず、画面下側の顎に当たる部分も 6mm 程度で目立ちません。ディスプレイ側は数ランク上のスマホに見まごう出来です。側面は最近の iPhone 風の平面が外周を覆うデザイン。右側にあるのは電源ボタンを兼ねた指紋センサー。やや小型ですが、認証速度はかなり速く使い勝手は良いです。画面下側には充電用の Type-C ポート、上側にはイヤホンジャックがあります。この価格帯でステレオスピーカーを搭載しているのもポイントです。スピーカーの音量はかなり大きく、はっきりとステレオ効果を感じられるので、映画やドラマをよく見るなら嬉しいポイントです。この側面の素材はプラスチックですが、金属風の塗装のおかげで安っぽくは見えません。SIM トレイは 4G のデュアル SIM 仕様で、マイクロ SD カードも別にセットできます。注意が必要なのは背面のデザイン。このスターブルーのカラーバリエーションは、一面に大量のラメが散りばめられていて、大人が持ち歩くにはちょっと勇気のいる見た目です。どこか小さな子供向けのおもちゃのようにも見えます。購入する場合はもっと落ち着いた色合いのグラファイトグレーかトワイライトブルーを選んだ方がいいでしょう。外側の確認はここまでにして、次は内側を見ていきましょう。最初に目を引くのは 5000mAh の巨大なバッテリーです。プロセッサが省電力なこともあり、バッテリー持ちはかなり優れています。実際丸1日かけて使い勝手をテストした際も 30% 近くバッテリーは残っていました。充電も急速充電に対応。一般的な充電器なら約2時間、本体付属の充電器を使えばわずか1時間で充電できるので、バッテリーについては文句なしです。一方、人によって文句が出るかもしれないのが処理性能。搭載されているスナップドラゴン680は評価の難しいプロセッサです。省電力な6ナノメートルで作られた、発表されたばかりのチップですが、最新の通信規格である 5G には非対応。CPU は旧式で、2016年から使われている Cortex-A73 です。そのため、性能はミドルレンジの中でも低い方に入ります。実際に操作してみると、シンプルなアプリ、例えばカレンダーやマップ、ツイッターは問題なく動きますが、
ギャラリーやプライムビデオで多数の画像を読み込むと、わずかに引っかかりがあります。実用上は問題ないレベルですが、上位機種のようなスムーズさは期待しない方がいいでしょう。GPU 性能もミドルクラスの中で低い方です。マリオカートツアーのような軽めの 3D ゲームは遊べますが、グラフィック要求の高いゲームは不得意。コールオブデューティーモバイルはフレームレートを高くしようとすると自動的に最低画質に設定されます。原神は設定をされてもカクつきが目立ち、快適にプレイできません。遊戯王マスターデュエルに限って言えば、フリーズが連発して遊べませんでした。これはゲームか OS のバグだと思いますが、いずれにしてもゲーム向きの機種ではありません。どちらかといえば、ライトな使い方をする人向けの性能です。ソフトウェアについてもチェックしていきましょう。OS は Android 11ですが、Xiaomi 製のユーザーインターフェース、MIUI は若干慣れが必要です。例えば一般的な Android は上下に画面分割してマルチタスクを行いますが、MIUI 13は独自のフローティングウィンドウ機能を使う必要があります。ウィンドウの大きさを変えられたり、画面端に固定できたりと多機能ですが、操作方法はやや複雑です。通知画面の配置は Android というより iPhone に近く、これまで Android を使ってきた人でも最初は戸惑うかもしれません。大きな欠点ではありませんが、64GB の本体ストレージのうち、システムが 18GB を占めていたり、デフォルトアプリの一部に広告表示があるのもやや残念な点です。機能的な面で言えば、1GB の仮想メモリ設定が最初からオンになっています。メモリが 4GB と限られているので、この機能はオフにしない方がいいでしょう。さあ、肝心のカメラ画質をチェックしていきましょう。リアカメラは4カメラ構成。中でも5000万画素のメインカメラはこの機種の売りの一つですが、正直言ってディスプレイやバッテリーほど素晴らしい点ではありません。メインカメラは明るい屋外で条件が揃えば綺麗な写真が撮れます。深度測定用のカメラのおかげでポートレートモードも綺麗にボケを出すことができています。ただ全体的に暗めで冷たい色合いになるのが気になります。特に食べ物とは相性が悪く、美味しそうな写真を撮ることに関しては他の機種より一段を劣ります。800万画素の超広角カメラはかなり残念な画質です。黄色く色あせた発色であまり積極的に使う気にはなれません。シャープネスも過剰で拡大するとギザギザが気になります。マクロカメラは意外にもノイズが少なくクリアな写りです。ただし200万画素と低い画素数でフォーカスも固定です。動画は静止画と似た傾向。メインカメラの写りは悪くありませんが、超広角カメラはどこか色あせた写りです。またどちらのカメラでも最高画質はフル HD30fps まで。4K や 60fps の撮影ができない点は、他のスマートフォンに比べて見劣りする点です。どちらのカメラも光が少なくなる夕方から夜にかけての写真は苦手です。メインカメラはノイズが目立ち、ダイナミックレンジも狭いです。ナイトモードを使ってもノイズは除去しきれません。超広角カメラは夜間の撮影には不向きです。ノイズが多くソフトな画質でナイトモードは使えません。1300万画素のインカメラの画質は可もなく不可もなくといったところ。ただダイナミックレンジが狭く白飛びしやすいので HDR 機能はオンにする必要があります。さて、まとめに移りましょう。ここまで良い点も悪い点も紹介してきましたが、価格を考えれば十分優秀なスマートフォンだと思います。特に明るい UTL ディスプレイは文句なしです。ステレオスピーカーと長持ちのバッテリーも備えているので、動画を見るのにはぴったりでしょう。性能もライトな使い方であれば十分で、ゲームとカメラにこだわりがなければ満足できると思います。ただし、スマートフォンでゲームを楽しみたい人と、高画質なカメラが欲しい人は別です。
この2つが譲れないなら、Redmi Note 11よりも上の価格帯のスマートフォンを検討した方がいいでしょう。以上、Redmi Note 11のレビューでした。役に立った場合は高評価を、チャンネル登録もぜひお願いします。このチャンネルの他のレビュー動画もぜひご覧ください。それではまた。